ザベストドイツガイドの萩原です。今日はですね、皆さんにドイツの B 級グルメ、フードトラックも含めた B 級グルメをね、紹介しようと思います。3点があるので最後まで見ていただけると嬉しいです。僕はその他にもスイーツ動画や街歩き動画などね、投稿していますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。今ですね、僕はミュンヘンの中央駅から2つ電車に乗ってきた、ドナースベルガーブリュッケって、結構ねオフィス街が多いところなんですよね。でまず初めに紹介したいそのフードトラックなんですが、ドイツ人の人がね、必ずと言っていいほど食べる、もしくはもう日本人の人がドイツ料理って言ったら何かなと思い浮かべるって言ったら、なんとなく分かってくるかと思うんですが、目の前にね見えてきたのがそのフードトラックということで、ちょっとねこっからだとまだ分かんないんですが、トレ、クノレってね、上に書いてあるんですけど、クノレってのはジャガイモっていうことなんですね。ということでここはオーブン焼きのね、ジャガイモの専門店なんですね。ということでちょっとね、メニューの方を見てみると、ちょっとドイツ語なのであれなんですが、全部でまず10種類もあるんですよね。スタンダードのが、クワルクっていう、チーズっていうかね、使った2の、やつが5ユーロっていうことで、人気があるのが5番とか10番っていうことなんですよね。ということでね、ちょっと僕もぜひ早速10番かな、こういうふうにいろいろねソースがあったりトッピングがねあるんですよね。なので僕もいただいてみましょう。カティさんがね、グッテンタカロー、ハロー。僕はフードポークをねお願いしました。どうですか？おー、見てください、美味しそう。僕もねこれ食べてみようと思います。じゃじゃん、わ、美味しそう。まだ湯気が立ってますよ。プルドポークということなので、豚肉をこう細かく裂いてサワークリームと煮たものですね。あ、美味しそう。どうですか？あ、うまくいかない。美味しい。すごい肉はホロホロ。あとね、僕の顔が映せないんですけど、重要じゃないので、食べ物をね、すごい、とにかくでもこれ大きいんですよね。これ一人で食べるにはちょっと大きすぎる、多すぎるので、女性とかだったらもう2人で1つで半分でいいと思います。やっぱお肉と食べるともうボリュームがすごい出ますね。僕がですね、もう注文した後すぐにこういうふうにもう列がねできてる、すごい人気なんですよね。じゃがいもも本当にこれのポークにあって、とにかくね美味しいということで、やっぱこのプルドポークが決め手ですね。本当にジャガイモを引き立ててる、本当パクパクいけちゃいます。クリームもいいので美味しいで、飲み物はね売ってないので、でも横にねスーパーがあるので、でベンチもここにあるので。2つ目にですね紹介する、またねフードトラックの場所に来ました。ここはアウっていう、住宅街なんですよね。昔はでも、この辺りたくさんねビール醸造所がねあったということで、これから行くそのフードトラックもこのビール醸造所、今はねビアホールレストラン、ミュンヘンには結構ランキングがあって、ここのレストランビルツハウスインデアウっていうレストランなんですが、ランキングでねいつも結構トップ10とかに入っていて、ドイツ料理ですごい美味しいレストランとして、ね、有名なんですよね。でそのフードトラックがね今そのレストランの前でねあって、面白いのがなぜかここにルートヴィッヒ2世の像がねあるんですよね。だからデコレーションということらしいんですが、でクヌーデルモビールって書いてあるんですが、クヌーデルっていうのは団子ってことなんですよね。バイエルンの地方で結構ジャガイモ団子クヌーデルっていうのがあって、ただちょっと今日僕がね食べようと思ってるのがスピナートクヌーデルっていうのをね食べようと思います。いろいろね種類があるんですが、こういったベナーババリアンデナーとか、あとケーゼシュペッツレビンナーシュニッツェルって普通にレストランで食べれるものもあるんですが、ちょっと今日ね今回僕が紹介しようと思ってるのがそのスピナートねクヌーデルになります。ハロー、あ、ダンクシェン、お、わー、召し上がれ、あ、ダンクシェン召し上がれって言っていただいた、クイテンアペティティ、おー、見てください、美味しそう。お、ちょっとね、じゃあ早速ちょっとベンチで食べようと思います。いただきます。シピナートクヌーデルっていうのはほうれん草の団子にトマトソースとチーズがね、うまい、
まずすごいあっさりしてますね。思っていたよりすごい軽い。結構団子ってこのね、クヌーデーってものは結構重たいんですよね。2つだともう本当にお腹いっぱい、1個でもなんかもういいやって感じなんですけど、まあ、とにかく軽いですね。パスタ用に作ったソースじゃなくて本当にこのために作ったソースだなって感じもしますね。ここはあのヨーロッパもしくはドイツ最大でもね、科学技術博物館のドイツ博物館に近いんですよ。あのドイツ博物館見た後に来れて近いので、お昼ここで食べるのもいいと思います。最後にですね、紹介するのがまたね、ミュンヘンの旧市街、フードトラックもあるんですけど、本店というかね、お店がね構えているので、その B 級グルメをね、一つもう一個ご案内しようと思います。目の前に見えているのがそのお店で、リングラーって、まあなんかドイツ人のあの名字っていうことで、特にそこに意味はないらしいんですけど、ここは結構あのサンドイッチがねあるんですよね。僕も何回か来たことがあるんですけど、一番人気なのがババリアンサンドイッチっていう、この2番目のやつで、オックスグリルっていうのがねあります。ちょっとねお店の中は撮影ができないので、購入して皆さんにちょっと味だけをお伝えします。バイルンねサンドイッチ買ってきました。これなんでちょっとね見にくいんですけど、何がバイルン風サンドイッチかっていうと、豚バラにあの酢漬けのキャベツとかね、あとチリマヨソースがかかってるっていうことなんですよね。いただきます。酢漬けのねキャベツなんですけど、全然酸っぱくない、あの本当に日本のコールスローみたいな感じですよね。で豚バラがあのすごく 網とかで焼いたら香ばしいんですよね。美味しい。すごい風が強くて、ちょっと一見小さいなと思ったんですけど、もうかなりボリュームがあるので。でこのお店はあのマリエン広場から本当に近い徒歩圏内なので、もしこの動画が良かったらチャンネル登録といいねマーク、そして何かでコメントいただけると嬉しいです。またお会いしましょう。チュース。